アウディアレクサンダーシリアコレギサモンはドミニカ共和国サン・ペドロデマコリス州サン・ペドロデマコリス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年現在は独立リーグカナディアンアメリカンリーグのサセックスカウンティーマイナーズ所属。実刑は同じくプロ野球選手のペドロシリアコ。リセオソルアナノラン高等学校を卒業後。 デトロイトタイガース参加のマイナーに入団し2005から12年の8年間プレーする。2012年頃よりトリプル A 級に定着し始め、以後マイアミマーリンズ参加のトリプル A 級ニューオーリンズ、ゼファーズ、クリーブランドインディアンス参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズを経て、ドミニカウィンターリーグの2015から16シーズンに参加。このシーズンの打率ランキング3位に入っていた。 2016年3月10日、日本の独立リーグである、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズと契約した。背番号は33。シーズン68試合で打率。322、15本塁打、53打点と、スラッカーとしての能力を発揮した。シーズン終了後に横浜 DNA ベイスターズの入団テストに参加し、 場外段2発を放つなど長打力をアピールした。10月25日に DNA がシリアコの獲得を発表した。背番号は98。2017年にはエリアン・イエレラが春季キャンプ中に右手首を故障したことなどを背景にオープン戦で積極的に起用された。375の高打率を記録し、ホセロペース、フィルクライン、 スペンサー・パットンと共に開幕1軍入りを果たした。3月31日には、東京ヤクルトスワローズとの開幕戦に、5番3塁手として、スタメンで1軍公式戦へデビュー。以降も1軍公式戦4試合へ出場したが、通算打率、077と振るわず、上位ランドと入れ替わる格好で4月6日に、出場選手登録を抹消された。 後に一軍へ復帰したものの、北海道日本ハムファイターズから黒羽力との交換トレードで、エドウィン・エスコバーが移籍した7月以降は、一軍の外国人枠を、ロペス、ウィーランド、パットン、エスコバーが独占し、4名とも揃って好調だったため、シリアコアに組での調整を余儀なくされた。9月中旬には、ドミニカ在住の夫人の出産へ立ち会う目的で、 帰国し、一軍公式戦12試合に出場しただけで、レギュラーシーズンを終えた。ちなみに、一軍は、レギュラーシーズン3位、クライマックスシリーズ突破を経て、19年ぶりに、日本シリーズへ進出したが、ポストシーズンの試合には出場せず、シーズン終了後の11月10日に、翌年の契約を結ばないことが、球団より、発表された。12月2日、 自由契約公示された。2018年3月22日にカナディアンアメリカンリーグのサセックスカウンティーマイナーズと契約。2019年もサセックスカウンティーマイナーズと再契約。同年は兄のペドロシリアコも同チームと契約し、チームメイトとなった。ありがとうございます。